ね、じゃあ5つのポイント説明しましたので、手拍子からやっていきましょう。笑いヨガ、手拍子をしていきます。手のひらには体中のツボがあると言われているので、これを刺激するために手を叩きましょう。はい、どうぞ。はい、手のひらどんな感じですか？高くなってます。はい、今ね、手を刺激したのでね、ここ体中のツボがいろんなところにあるので、全身マッサージになります。はい、ではリズムをつけて叩いていきます。こんな感じです。1、2、1、2、3。1、2、1、2、3。はい、じゃあ一緒にやってみましょう。せーの。1、2、1、2、3。1、2、1、2、3。1、2、1、2、3。はい、では今度はこれに掛け声をかけます。掛け声はほほはははほほははは、と言います。笑うとき私たちほほほほとかはははははとか笑うのはひふへほんは行なんですね。この音は実はお腹がしっかり動く音です。ちょっと手にお腹を置いてみてください。これで今のほほはは は声出してみましょう。せーの、ほう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 ほイエーイ、やったーやったーやったーイエーイやったーやったーやったーイエーイ。はい、このやったーやったーイエーイっていうのは子供心に戻るおまじないです。子供はね、嬉しい時にイエーイってやりますよね。私たちもやってたはずなんですよ。心と体はつながってるので、まず元気に動くことで心が元気になってくるっていうことですね。はい、では今度は今のほっほっはははしながら、アイコンタクト、目と目を合わせながら、周りの人と目を合わせながらほっほっはははしていきます。で、今ね、私たちここ一人なので、周りにね、自分の好きな人がいると思ってキャーと思いながら、誰が好きですかね、それを思いながらほっほっはははってしてみましょう。せーの、はい、イエーイ、やったーやったーやったーイエーイ、やったーやったーイエーイ。はい、では深呼吸今度していきます。深呼吸をするのは、私たちね、肺にね、溜まった空気があるそうなんですね。吐き切れてない空気、こう、息が浅くなってね、だんだんと私たち今現代人ね、不安とかあるとね、緊張したりすると呼吸が浅くなるそうなので、この肺の中に溜まった空気をまず吐き出します。しっかり吐いて、今度は鼻から吸って、息を吸って気持ちよく伸びて、それから吐き出して、はーってしていきます。一緒にやってみましょう。まず息を吐きます。ふう、前に出す。息吐きます。吐き切ったら、鼻から吸って、体を起こしていきます。気持ちよく伸びて、止めて、はい、吐きます。ふう、吐き切ります。はい、もう一度吸います。気持ちよく吸って、吸って。止めて、はい、吐きます。はい、今度は吐くときに、はは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 はと息を吐きながら声を出していきます。はい、いきますね。まず吸います。少し息止めて、はい、吐きます。はい、もう一度吸います。吸って吸って。止めて。はい。
はい、今度は、はははははまでは一緒なんですけど、それに膝を叩いて、太ももを叩いて、アイコンタクトを取りながら、またみんなと目を合わせていきますよ。はい、行きます。息吸います。止めて、止めて。はい。準備運動でした。